こんにちは、ゆるセミです。今回の動画は副業なしでも配当金とアルバイト。これでですね、セミリタイア生活を送っていく場合、こういう風にやったらいいんじゃないかなというところで、ご提案の動画というところになっています。まずですね、前提条件として、仕事を辞める際の貯金はだいたい150万円ぐらい。そして税引き後の年間配当金は30万円ぐらい。そして退職後の年間バイト収入は90万円ぐらいを見込むというような条件で、進めていきたいと思います。月ですね、10万円で暮らす想定といったところですね。それではですね、どういうふうにしていくのかというところを見ていきたいと思います。まず1つ目ですね、退職前6ヶ月。この期間はですね、給料を高くするというところです。これはですね、失業保険の給付額っていうのがですね、退職前の6ヶ月の給料で決まるわけなんですよね。ですから退職前の6ヶ月間、この間に残業などを積極的にして残業代をもらったりする、こういったことをすることによって失業保険の給付額っていうのが増えてくるというところが挙げられます。基本的に気象予とかっていうのはね、この給付額の中にの計算には含まれないので、あくまで基本的な給料というところになってきます。ですから残業とかで、日々の給料をね、上げるっていうことが大事になってくるのかなといったところです。次に2つ目ですね。退職したら役所で手続きをというところで、退職したらですね、いろいろ収入がなくなるというところで、役所での手続きが必要になってきます。まずですね、国民年金の特例免除というところで、退職して収入がなくなるわけですから、国民年金を払うことが難しくなるということになります。そうなった場合、未納のままにしておくと、その間ですね、国民年金がもらえなくなったりっていうところがありますので、免除の申請をしておくっていうのが非常に大事なことになっております。今現在の国民年金、月に 16,840 円払うことになってますので、これがね、12ヶ月、1ヶ月免除されるだけでも、この20万円ぐらいをね、払わなくてよくなるというところが非常に大きなメリットになります。でもですね、国民年金はしっかり納めたいという人もいるかと思います。そういった方はですね、全納ですね、前もって納付しておくことが大事かなというふうに思います。2年間分をですね、まとめて納付しておくと、約40万円ぐらいかかるんですけども、それすることによって約1万5000円ほどですね、お得になりますよというところが挙げられます。ですから、退職したばかりの頃って結構お金あるかと思うんですけど、そういった時にですね、全納してしっかり国民年金を納めておく。2年間納めなくていいので、その間に、アルバイトとか、そういったところで資産を築いていくっていうのが大事なのかなと思います。次にですね、国民健康保険と住民税の減免制度が受けれるか確認をしておきましょう。こういったところはですね、ちょっと地域によって差がありますので、受けれるか受けれないかっていうところがちょっとわからないんですけど、一応ですね、相談をしておくっていうところが大事かなというふうに思います。国民健康保険とか住民税、この仕事を辞める理由によってですね、減免制度が受けれるかどうかっていうところがね、非常に、変わってきます。ですから、仕事を辞める理由がね、セミリタイアしたい場合って自己都合退社っていうことになると思うんですけど、そうなる場合って結構ね、減免制度が受けれない場合も多いです。ですけども、一応相談だけしておくっていうのが大事かなというふうに思います。またですね、こういった国民健康保険、家族の扶養に入れる場合はそちらでもいいのかなというふうに思います。自分が仕事を辞めるけれどもね、自分の親とかがまだ働いてる、もしくは自分の兄弟とかが働いてるっていう場合はそちらの扶養に入るっていうところでもいいのかなというふうに思います。またですね、忘れちゃいけないのが、ハローワークで失業保険の申請をするというところですね。こうやってね、申請の場所がですね、役所だったり、ハローワークだったりってちょっと違うところがあるんで、そこら辺はね、しっかり調べて、しっかり申請していくことが大事かなと思います。次に3つ目ですね。失業保険を申請してからはゆっくり過ごすというところなんですけども、まず失業保険は申請して、約2ヶ月後から給付されることになっております。これ、あくまで自己都合退社ですので、会社の都合による、ね、退職の場合、この場合はですね、7日ぐらいで給付されるわけなんですけども、セミリタイアの場合、自己都合退社だと思うので、そうなった場合はね、2ヶ月後から給付されるということになっております。で、この2ヶ月間の間の労働っていうのは原則禁止になってますので、アルバイトなどをしないようにしましょう。そしてですね、この2ヶ月の後、雇用保険にですね、10年以下で、入っている場合っていうのは3ヶ月間もらうことができます。10年以上加入されている方は4ヶ月間もらうことができるんですけども、そういった失業給付をもらっている期間っていうのはですね、アルバイトしない方がいいですよということですね。黙ってですね、そういったアルバイトでお金を稼いでいた場合っていうのはね、給付された失業保険のですね、3倍をね、返さないといけないというようなですね、罰則があります。ですから、基本的にはね、しない方がいいのかなというふうに思います。ですけども、ハローワークの方に相談して、いいですよって言われたらしてもいいんですけども、やっぱりそういったところってちょっとめんどくさくなってきます。失業給付がですね、減額されたりっていうところもありますんで、基本的にしない方がいいのかなというふうに思います。で、ここでですね、配当金なんですけども、配当金は資産運用の扱いとなりますので、そういった労働で稼いだ収入というわけではないので、対象にならないことが多いです。ですけども、これもね、地域によってちょっと差があったりしますので、1回ね、確認された方がいいのかなというふうに思います。次に4つ目ですね、時給の高いアルバイトをするということです。時給の高いアルバイトで年間90万円稼ぐ。これが大事かなと思います。時給1000円だと月10日間の労働で OK です。もしくはですね、イベントごとで短期間のアルバイトをがっつりやるっていう方法もあるのかなと思います。年末年始とかお盆だったりゴールデンウィーク、そういったところで時給も高いし、そういった期間だけしかないアルバイトっていうのも期間限定であったりすると思いますので、そういったところを狙うっていうのもいいのかなと思います。もしくはですね、時給の上がる資格を取っておくっていうのもいいのかなと思います。ある資格がないとこのアルバイトはできませんよっていうですね、そういったアルバイトっていうのは基本的に時給が高いですから、そういった資格をですね、失業給付を受けている期間の間に取っておくっていうところも大事なのかなというふうに思います。次に5つ目ですね、確定申告をするというところです。会社に属していないので確定申告をする必要があります。で、配当金の場合なんですけど、配当金の税率は所得税が約 15.315% と住民税が 5% ということになっています。ですけども、所得税は総合課税で申告して、住民税は申告なしですることによってお得になります。それはなぜかっていうところなんですけども、今回のケースで言いますと、所得税は 5% になります。ですから、この所得税が約 15.315% 払ってるんですけども、申告することによって 5% の税率になりますので、その差額の 10% くらいがね、還付金として返ってくることになります。ただですね、住民税の場合はですね、申告すると 10% になります。5% 増えてしまうので、住民税の方は申告なしでするようにしましょう。こうすることによってですね、配当金をよりお得にもらえるっていうところになってきます。またですね、住民税っていうのは申告すると社会保険料の計算にも含まれるということになっております。先ほどですね、アルバイト約90万円ほどを年間稼ぎましょうと言ったかと思うんですけども、その90万円稼ぐっていうところはですね、社会保険料が払わなくていい。社会保険料のですね、7割減免というところを狙ったですね、収入の金額になっています。ですから、配当金でその90万円を超えるようなですね、金額になってしまうと、社会保険料の7割減免というところが受けれないことになってしまいます。ですから、住民税というところはですね、申告なしでいった方がいいのかなというふうに思います。で次、セミリタイヤ2年目以降というところなんですけども、国民健康保険の7割減免というところを申請しましょう。先ほども言った通り、アルバイトの収入が90万円で、配当金の収入が30万円あるんですけど、その配当金は申告しないので、90万円の収入しかないということになります。で、90万円の収入であれば、国民健康保険のですね、計算上ではですね、収入0円という扱いになりますので、7割減免というところが、受けれるかと思います。そしてですね、2年目以降は配当金を育てていくことが大事かなと思います。配当金はですね、申告なしを選ぶことで、社会保険とかそういったところの計算に反映されません。ですから、配当金の収入はね、社会保険料などがかかってこないということになってきます。例えですけど、配当金がね、500万円あったとしても、収入としては0円扱いですね。ですから、配当金500万円あっても社会保険料などがかかってこないので、非常にお得だということになってきます。またですね、配当金が1000万とか、例えばですね、2000万とかあるとしましょう。そうなった場合もですね、所得税は 15.315%、住民税は 5% の定率になります。ですから、配当金が増えれば増えるほど、税制的にはお得ということになってきます。ですけども、その代わり配当控除っていうですね、制度もあるんですけど、そういったところも受けれないので、そこは注意が必要になってきます。配当控除を受けるためには、配当金をですね、確定申告の時に申告する必要があります。そうやって申告してしまうと、社会保険料などの計算にも入ってくるので、配当控除がいいのか、社会保険料を払わない方がいいのかですね、どちらかを選ぶような形になります。ここら辺はですね、ご自分の状況によって変わってくるかと思いますので、そこら辺はしっかりと、こういった税制のこととかを勉強して選ばれた方がいいのかなというふうに思います。というわけで、今回の動画のまとめになります。今回は配当金とアルバイトでね、セミリタイアをする場合についてお話ししてみました。今回お話ししたことっていうのはね、税理士などに聞いたわけではありませんけども、税理士に質問できるインターネット上のサイトがあるんですけども、そこら辺の Q&A を見る限り、税理士の方の回答を見たら、大丈夫かなという感じがします。ですけどもね、自分でされる場合はね、一度自分で調べてみることをお勧めします。やはりですね、住民税とか国民健康保険とかっていうのは地域性がありますので、そういった地域ごとによってですね、変わる部分がありますので、やっぱり自分の住んでいる地域によって変わってくるんで、そこら辺は確認してみることが、おすすめです。今回ですね、配当金とアルバイトのセミリタイアについて、見てきたわけなんですけども、配当金をね、育てていくと申告不要なんでですね、税制的に非常に有利ということが分かったかと思います。高配当株投資はですね、そういった意味でもセミリタイア生活とも相性がいいのかなというふうに思っています。ですから配当金を育てれば育てるほど、セミリタイア生活が送りやすくなるというところがあるのかなというふうに思います。というわけで今回の動画は以上になります。このチャンネルでですね、セミリタイアを目指す途中経過というのを発信しています。そんな中ですね、僕自身も、セミリタイアを早くしたいということがありますので、どうやったらセミリタイアを早くできるのかっていうね、いろんな方法とかを考えながらこのチャンネルで発信していますので、気になる方がいらっしゃればチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではね、最後までご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。